こんにちは。こんにちは。ヨシアンの利休座学講座その4となります。本日はテキストの3ページ目の後半から読みまして、先生の解説へと移ります。では布教の許可から読みます。布教の許可。長吉は畿内支配の拠点としていた飯盛城にヴィレラと修道士のレレンソが訪ねてきたのは1563年。長吉はヴィレラらに布教を許可し、キリシタンの保護を命じた。京に戻っていた室町幕府13代将軍の足利義輝からも布教許可を得て、ヴィレラは京に教会を建てて活動を始めた。1566年に三好義継は三好長吉の母体を弔うために、奨励僧金をお呼びして、受講印を改ざんさせています。で、受講印の受というのは、人が集まるという意味でもありますし、これね、ポルトガル語で言うと、イエスなんです。ああ、そうなんですか。受講印。イエスの光とも呼びます。田中義郎、この方は1540年に大徳寺に入りまして、そこで竹野女王のアシスタント、そして弟子になったわけですね、その時に見込まれて、三好長吉らお会いする時に、田中義郎だとまずいわけですよ、そこで田中宗益という名前に改名しています。そしてその2年後に法身明治と結婚しまして、それからその3年後、23歳の時、名前を利休という名前にしています。で、この利休という名前は三好長吉、別名トシリと言いまして、で、弟が実久、この2つは合わすと利休になりますでしょう。1568年に織田信長が京に進出するときに、足利義昭を将軍として京に入っています。この時に松永久秀は、信長に会って、自分が信長の部下になりたいと嘆願したんですよ、そしたら信長から断られたんです。あ、そうなんですか。そこで久秀では、蜘蛛の子神なす茶入れ、これを献上したんです。そうしましたら、信長はそれに反応して喜んで、そして久秀を自分の家臣にしたんです。本日は利休講座の一部を紹介いたしました。座学では写真としての利休と、もう一つの顔である戦略家としての利休、その時の時代背景について説明しています。そして秘伝について、さらに第12段とは、茶の湯における波動とは、茶道界の本質とは、などを内容としています。受講料は2000円になります。詳しくはホームページでご覧ください。もし興味がございましたら、ぜひご覧になってください。本日はどうもありがとうございました。